皆さんこんにちは、サコンスズノです。今日から2日間コーデ Vlog を撮っていこうと思います。そしてなんと今回の動画はセレクトショップサイトユークスとのタイアップ動画になります。ユークスさんありがとうございます。そしていつも見てくださってる皆さんも本当にありがとうございます。最後にお得なプロモーション情報もあるので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。まずは朝、最近ハマってるサザコーヒーを飲みます。最近朝の一杯にコーヒーを飲むのにハマっていて、これ美味しいんですよね。ちょうどなくなったけど、これ6本入りで売ってるからまだストックがいっぱいあるんです。目が覚める。いつもはこれにオーツミルクもさ、ストックしてるので、オーツミルクを入れて、オーツミルクラテじゃないな、オレみたいな感じで飲んでるんですけど、最近なんか朝はブラックコーヒーを飲んで目を覚ましたりしてます。下地はダルバー。ちなみに今日の予定は友達とお出かけをする予定です。京都の方にね、車でね、お出かけするんですけど、地元の仲良しな友達なんですけど、3人、なんか自然ランチとカフェ行きます。初めて行く場所で、私そういう場所大好きなんで、めちゃくちゃ楽しみです。定期的にね、出かけてて、女友達1と男友達1の3人なんですけど、一人は幼稚園から一緒で、あの LM も一緒に来てたさ、メンバーの美咲なんですけど、であともう一人は小学校から一緒で、私の地元の友達は全員小学校から一緒なんですけど、前も言ったと思うんですけど、一生一中なんで、公立やけど、だから必然的に全員9年間一緒だから、みんな小学校の時からね一緒なんですけど、だからでも仲いいんやと思う。というメンバーでドライブのお出かけで、今日はねめっちゃねいい天気やから楽しみやし、まださちょっとさ暑さもマシになってきたので、とても楽しみです。はい、でね、見て昨日さ、ここさあ、ちなみにファンデーションがデコレて、昨日コテでここやけどしちゃったの。ここのさ、ここの髪の毛をこう巻くときに、最悪は後残らないようにしないと、必死に昨日は冷やしたんだけど、しかもさ、おとついぐらいから目の充血と腫れがなんかひどくて、原因不明なんですけど、まだマシになったんですけど、ほんと真っ赤っかぐらい充血してて、でもなんか腫れが残ってる。ちょっとおとつい、てか今日が日曜日なんですよね。だからおとついに充血して、けどちょっと予定がスケジュールがパンパンで病院には行けなくって、で昨日土曜日で今日日曜日だから病院があんま行ってないし、もう一旦明日まで様子見ようかなと思ってるんですけど、あのそんな目が腫れてるから動画を撮れないみたいなこと言ってられないので、あまり気にしないでください。なんかパンパンやけど、昨日でももっとここら辺までなんかむくんでたけど、まだマシな気がする。なんなんだろうね、めっちゃ痒いんですよ。花粉じゃないよね、今花粉の季節じゃないよね。とにかく目が痒くって、かいたらダメなの分かってるんですけど、もうここら目頭とか痒すぎて、かいちゃうから目頭とかめっちゃ赤くなっちゃってる。これは何なんだ。いやー、めっちゃ目立つ。めっちゃ目立ってない。自分が悪いけど、自分の不注意やから。今日は涙袋はこのボビーブラウンのアイシャドウスティック04番を使います。最近またこれを使い始めてる。なんかその時その時によって自分のブームがあって、最近はピンクっぽいメイクにハマっているので、それに合うんですよね、このアイシャドウと。ピンクやからいい意味で腫れてる感じに見えて、下の涙袋がねぷっくり見えるという、発色がいいですね、これは。はい、メイク完成。髪の毛今日はどうしよう。まだコーデをちゃんと決めてないからな。ストハネしといて、後からどうするか決めようかな。最近さ、私めっちゃ髪の毛伸びたくないですか。めっちゃ長くなったの。
でもなんかこれぐらいの今自分の気分やから、とりあえず切らずにこれぐらいで置いとこうかなと思ってる。でしかもほぼほぼ結局結んじゃってるかも、毎日のようにくくることが多い。あとはクリップとかで留めたりしたりすることが多いかも。表面だけ巻いたので、後でどうするかは調節します。ヘアオイルだけつけておいて、着替えてからバランスを見たいと思います。じゃーん、先ほどお家に大きい段ボールが届きました。ブユークスで注文していた商品で、ずっと楽しみにしていたんですけど、じゃーん、とっても大きい。こちらせっかくなので開封していきたいと思います。ユークスはラグジュアリーブランドを1万5000以上に取り扱っているサイトなんですよ。でアパレルだけじゃなくてバッグとかシューズとかもいろいろあって、ハイブランドもお手頃価格でゲットできるので、私もね昔からお買い物したりしてました。久しぶりにねお買い物したんですけど、でサイトでもアプリでもどちらからでもね購入できるんですけど、私は今回サイトからアクセスしました。はい、じゃあ開けれますね。いきます。オープン。重たい。私は何を頼んだでしょうか。オープン。じゃーん、これです。 YOOXDX。 見たことある方も多いんじゃないかな。私も大学生ぐらいの時に知って、そこから何回かお買い物してました。いろんなハイブランドがあるのでね、サイト見てると沼っちゃうぐらい楽しいです。しかも本当にめちゃくちゃね、すごいねオフされてるの。あー、オープン。見てくださいね、この色でもわかるかも。私は今回2つ購入しました。まず1つ目はじゃ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 ーん、ジルサンダーのジャケットです。見て、めっちゃ可愛くない？このジルサンダーのジャケットは 65% オフでした。でサイズもちょうどぴったりのサイズがあったので購入してみたんですけど、どうだろう、うわ可愛い。ちょっと今の部屋着に来たら何とも言えへんかもしれへんけど、めっちゃ可愛くない？じゃサイズめっちゃぴったりなんですけど、なんか少しオーバーサイズ気味で、それが可愛い。めっちゃしっかりしてる、当たり前ですけど、なんかジルサンダーのジャケットとかさ、かっこいいなみたいな憧れではあったんですけど、なかなか手に届く値段じゃないので、店舗とかでは見に行ったりとかはしてたんですけど、なかなか買うまでには至らなくて、今回サイト見てると、この私のドンピシャの柄はね、ちょっとチェックっぽい感じになってるんですけど、ダークブラウンですね、色味は。持ってない感じのダークブラウンカラーが可愛いなと思ってこちらをゲットしましたが、これはねめっちゃ着そう、この秋大正解。肩パッドも入っててすっごくしっかりしてますね。ちなみにサイズ何やったっけな、私買ったのサイズは36ですね。36で私に多分ぴったりのサイズ感。では次、次はじゃじゃじゃーん、これが重たいんですよね。ボッテガです。何でしょうか。超ビッグなボッテガなんですけど、これは前から欲しいなと思ってたものがなんとねサイトにあって買っちゃったんですけど、見てください、じゃじゃーん、ロングブーツです。ボッテガといえばのサイドゴアのロングブーツが、前からずっと可愛いなと思ったんですけど、まさかのサイト見てたらあって、可愛すぎない、このさごつい感じとかも。ちなみにこれはサイズは、39のサイズで、私は普段いつも38とかを履くのでちょっとね大きいんですけど、ブーツなので、まあワンサイズ大きいぐらいやったら別にいけるかなと思って、38のサイズはなかったのでいけるかなと思って、たまに大きいサイズ買う時もあるんですよ。なのでもう39だけど買っちゃいました。多分でもいけると思う、ブーツだから。
なんか私ロングブーツは何個か持ってはいるんですけど、サイドゴアのロングブーツを一本も持ってなくって、だからこういうちょっとカジュアルな足元に厚みが出せるとかゴツさが出せるロングブーツが欲しくて、またやっぱ印象変わるじゃないですか、ロングブーツはロングブーツでも。でこちらをゲットしました。めっちゃ嬉しい。この秋冬はコーデの幅が広がりそうです。あー、どっちも本当に本当に楽しみにしてたんですけど、このさ、ジャケットとロングブーツ合わせてももちろん可愛いし、なんかどっちも長く使えるアイテムなので、大切に大切に着たいと思います。うわー嬉しい。秋冬のお買い物、これはねもう8月末ぐらいに頼んでたから一番最初に買ったかも。秋冬のお買い物、ちょっといいものを買おうと思って買ってみました。で今からねお出かけの予定があって、今日まだコーデを決めてないので、せっかくなのでこの届いたお洋服でコーデ組んでみようかなと思います。コーデはまた後ほどご紹介しますね。ありがとう。美咲早く来てたんや。やばない？ほんまに集合時間を。ありがとう、迎えに来てくれて。ありがとう。美容男子やな。最高やな。めっちゃいいと思う。これはおもろいわ。これも叶う、続けて。ちょっと続けて。ぜひぜひ続けて。今日はどこに行くんやったっけ？今日とりあえずランチして。京都のどこやったっけ？京都めっちゃ上なの。遠いね、めっちゃ。上なんや。うん。結構市内よりもっと上の方ってこと？もうギリギリ京都ぐらい。じゃあ天橋立の方ってこと？全然違う、京都市の上。ああ、そういうこと。うん、あ、京都市のギリギリ上か。うん、でカフェ行って写真撮って、最高、楽しみ。 YouTube も撮らせてもらって、うん、夜はジム行かなあかんってので6時ぐらいいつもこのメンバー解散時間もちゃんと決まってる、はい、でもさ、解散時間決まってる方がさ、うん、あの後の予定立てやすいしさ、そうやな、うん、ありがたい。逆に、うん、もうアポが、そう、アポが、アポ入れやすいので、おのおの、うん、おのおののアポが、アポがね、6時返す。さっきも帰り時間かかるから、うん、そうね、岬遠いからね、うん。わあ、川入りたい。わあ、最高やな、この水の音も綺麗。ここ、あ、これ名前なんて言うん？ソムシ、ソムシ、ソムシ、ソムシ。素敵、こんなところにあるんや。すごい。あ、テラス席にもお客さんいてはる。ここめっちゃ素敵。見て、こっち。めっちゃ素敵やん。やば。うわ、すごい、畑の中って感じ。ほんまやな。なあ。素敵。もうちょっと涼しかったらさ、外行けるけど、ちょっと今日は暑いな。こっち側は川やで。すごい、めちゃくちゃいいじゃん。トマトご飯もついてるんや。さっぱり美味しそう。めっちゃ美味しい美味しくてね、感謝で、感謝です、感謝ですね、感謝。すごい美味しいね、これ冷麺も美味しい。マジ現世、マジ現世。このノースリーブ見て、マジ現世。ボーイフレンドの現世です。ここのお家出ようかなって思ってますうまっ、マネまで極めてたんや。みんなに言われるもん、もしかして現世で。あ、言われへんやん。どんな感じ？トトロです。トトロね、うちだけトトロじゃない。トトロみたいな服着てる。トトロや、ほんまや。トトロ、トトロです。コーデ紹介
ムリンのカップ付きキャミです。で、ボトムスがザラで、ブーツがボッテガです。バッグはザローです。トマルゴです。今日ニューでこのジャケットとブーツを早速下ろしました。秋先取り、まだ暑いけど秋先取りのジャケットコーデ、ブラックとブラウン系でまとめました。ここさ、あの喋るときにさ、こうやって喋れるからいいな。めっちゃ横やけどさ、ここです、正面で見える。大阪に戻ってきました。明日会う友達の出産祝いのプレゼントをロンハーンで持ってきました。してすぐにお風呂へ入ったので、もうすっぴんさっぱりになりました。京都も大阪もめちゃくちゃ暑くって、もう汗だくだったので、いつも夏はだいたいお風呂へ直行するんですけど、今日も直行しました。なのでもう寝れる状態です。嬉しい。で、今日の晩ご飯はプロテインスムージーをさっき作ったので、今日はもうプロテインスムージーだけにしたいと思います。ここ2日間ね、外食が続いて、昨日と一昨日夜外食へ行ったので、今日はちょっと控えないとと思って、お昼もお野菜のランチだったから、すごいヘルシーなランチではあったんですけど、夜は控えておこうと思って、もうプロテインスムージーのみにしたいと思います。そして今日も早起きだったので、今日もたくさん歩いて眠たいので早めに寝たいと思います。また明日撮ります。おやすみなさい。久々の再会です。キャミちゃん、可愛すぎてやばくない？やばい。え、これ遺伝子どうなってるの？キャミちゃん、こんにちは。カメラ出してる。やっほー、ヨー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 。なんかさ、写真ずっと見てるからさ、うんうんうん、それも可愛いけどさ、生で見たらレベル違うぐらい可愛い。なんて可愛い親子。初めて食べるかも。これ定番なの？うん。ごめん、適当。マジで適当やな。分からんかったから、うん、もう今。ほんまに出産エピソードも聞いてないわ。ほんまに多分、マジで当てにならん。パンって感じ。普通文面で読んで、パンって出てきたもん。そんな人いる？じゃあもう一回埋める？全然埋める。違う。一回普通で、二回目がチャラチャラ水やなと思っとったけど、わかる。なんか逆に普通分娩のしんどさとかあんま分からんまま多いからさ、もう一回普通で痛みを感じないなっていう。初めてかも。出産エピソード強すぎやろ。あ、かわいい。かわいいやん。あ、かわいい。かわいい。何これ？じゃあ、あ、かわいい。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 こんにちは。はい、本日の当日は、トップスがカグネで、ボトムスがザラで、ブーツがザロー。今日はジャケットを13段のジャケットを、よいしょ。
お家に帰ってきて、今日も早速お風呂へ入ってすっきりして、なんと私は明日から沖縄旅行へ行きます。なので今からパッキングをするんですけど、本当にさっきのさっきまで明日沖縄に行くかどうか悩んでて、彼と一緒に行くんですけど、沖縄ね天気がさ悪くってさ、天気悪い中行くか行かへんかっていうのをずっと悩んでて、結局結婚することにしたので、全然パッキングしてないし、リップも決めてないんですけど、決めてなかったんですけど、さっきちょっとここに並べたのでパッキングしていきたいと思います。まあ雨やってもご飯屋さんは予約してるし、どっちみちこっちで3日間2泊3日で行くんですけど、2泊3日でこっちで3日間大阪で過ごしても、結局ご飯どっか食べに行って、どっか自然なところ行ってみたいな同じ過ごし方するなってなって、それならもう沖縄で行きたいところも予約してるし、ご飯屋さんそっちの方がいいかなと思って行くことにしたんですけど、晴れますように。僕全然決めてなかったんやけどさ、最近買ってていつ着ようかなと思ってた秋季のめっちゃ可愛いリボントップス、あとヤヌークのデニム、これよく聞かれるんですけど、ヤヌークのデニムがこのボーイズストレートみたいなやつなんですけど、サイズがこれ24ですね、よく聞かれるんですけど、ちょっと大きい、お尻が大きいから、サイズもうワンサイズ下を買いに行こうと思ってて買いに行けてないから、今回もこれ持っていきます。いつも海外用のキャリーで行ってるから大きいけど、このリモアちゃんになるとさ、国内用だとすっごくちっちゃくて全然服入れへんの。あと最近着てなかったパトーの T シャツと、おなじみザラのスコート、ザラのスコートをねシーズンごとぐらいに買ってるから、白も白で3種類黒で3種類ぐらい持ってるんですけど、絶妙に色と形が違うんで、それに合うやつを選んだりしてます。あとこれも一応持ってるかなと思って、アリツヤのハワイで買ったワンピース、なんか海とかでパッと着るのも可愛いかなと思って持っていきます。これも買ってた、沖縄旅行に行くことは決まったかな、もう 2,3 ヶ月前から、2ヶ月前かくらいから決めてたんで、ザラでオンラインで可愛いワンピースがあったので買ってて、サテンワンピース海外っぽいかなと思ったけど、ちょっと綺麗めワンピースですね。これはこれさ、 LA で着てたザトゥーのワンピース、今年さ結局 LA でしか着れてなかったので持っていこうと思って、今回もいきなり持っていきます。服はこんな感じかな、サクッとパッキングを終わらせたいと思います。じゃ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 ーん、なんと彼が気を取り直して前夜祭してから行こうってお家に来てくれて、月見バーガー食べ比べをします。本当はねケンタッキーの月見バーガーを食べようって言って前夜祭しようって言って来てくれたんやけど、月見バーガーを月見バーガーじゃケンタッキーは10時までしか空いてなくてできなくって、ロッテリアとマクドです。大好き月見バーガー、いただきます。やっぱ私ロッテリアとか何年ぶりやろ、何年ぶりやろというか、やっぱ人生で片手で数えれるぐらいしか食べたことない。今日食べたのはあのロンハーマンカフェでお昼食べたチキンオーバーライスとレモンタルトケーキ食べたんやけど、それしか食べてないで今日、それしかでいいよ、こっから何時間も食べてないから。久しぶりの食事、チキンナゲットいきます。これ美味しい、ゆず七味タルタルソースが美味しい。はい、ポテト選手権、私どっちもマクドのポテト食べてると思ってたら片方ロッテリアって、マクドうっそ、ロッテリア、マクドやでこれ。マクド。え、難しい。逆にやるや、やるわ。ようやく本題に入りまして、月見バーガー食べ比べ。こちらはロッテリアです。初めていただきます。ん？うんふん、うん。月見テリヤキバーガーやから言ったら照り玉。テリヤキの感じがめっちゃ美味しい。なんだっけこれ、パンのことなんてやったっけ？バンズや。バンズが柔らかい。
続いてマクドナルド。うん、もっふの方が卵が分厚くてプリプリしてる。なんかね、マクドは卵が来る、ロッテリアは照り焼きのお肉が来るっていう感じかな。ロッテリアもう好きよ。え、どっちのが好き？ロッテリアの、ロッテリアの方が好きという結果になりました。まさかまさかの。今度ケンタッキーも食べてみよう。ケンタッキーも食べ比べしたいと思います。キビバーガー大好きです。はい、お腹が満たされたので歯を磨いて寝ようと思います本当は絶対ダメなんですけど、今日だけはまあ OK ということで、はい、で今回ご紹介したユークスですが、今月で日本に上陸して20周年記念ということで、動画公開日の9月18日から5日間記念プロモーションが実施されています。で今回さらに 5% オフになるプロモコードを発行していただいたので、概要欄に記載しているので、ぜひそちらからチェックしてみてください。ということで2日間のコーデ Vlog、 今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。明日から沖縄へ行くので、それはまた別で沖縄 Vlog 撮ります。そちらもぜひ見ていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。